ついに始まりました、 J リーグの海外向け番組 This is J リーグ、始まりましたね。よろしくお願いします。この番組は英語、タイ語、ベトナム語、インドネシア語の4カ国語で毎週配信されていく、J リーグ開幕して今年で23年経ちますけども、はい、開幕の時はどうでした？いや本当にその時興奮しました。やっと日本でもね、あのプロサッカーリーグができました。はい、1年目ね、1993年もう10クラブしかなかった。それしかなかったですね。で今23年目にもう53クラブまで、はい、かなり増えましたね。ということは日本のどこでもね、クラブがあって、まあ、それぞれの町にあの、まあ、サッカーで盛り上がることもあって、サッカー見に行くこともあるし、あとまあ子供たちにすごく大切ね、そこにクラブがあると自分でもねサッカーやりたくなって、まあ、それでね、あの日本のサッカーのために大切な大切な選手だと思います。続きまして、世界でも注目されている J リーグを代表する有名選手、三浦知良選手、遠藤保仁選手、中村俊輔選手、香川真司選手、復帰選手の5人を紹介していきます。千歳、はい、さん、この5人の選手はどんな方でしたか？まずは、まあ、J リーグのレジェンドね、和義、三浦、キングカーズね。まあ、若い頃彼はね、ブラジル行って、そこでいろいろね、学んで、特にね、ドリブルのスキル、はい、で、まあ、日本に戻って本当に J リーグで活躍して、それからイタリアのセリアでもワンシーズンで頑張ってゴール決めたこともある、まあこの人スーパーストライカーって言っても今でも素晴らしいですよね。そうですね、今でも49歳でプレーしてます。どんどんもう最年長ゴールを更新してってますよね。はい、まあ、本当にレジェンドです。そして遠藤選手、はい、この選手はガンバ大阪と日本代表のスーパースターで、代表で153試合プレーして、まあ、チームに安定させるミッドフィールダー、あとは本当にキックは素晴らしいこの選手ね、まあ、パースもシュートも本当に正確、かなりかなり落ち着いているタイプで、彼は、去年を含めて、はい、歴史最多の12回、はい、ベストイレブンに入ってます。すごい、本当に、まあ、なんて言っても彼も J リーグのレジェンドと思います、はい。そして中村俊輔、はい、彼日本では、横浜 F マリーノスでプレーしてるけど、海外でもね、彼もセリア、ね、はい、あとスコットランドのプレミアリーグ、そしてリーグエスパニョラまで経験があって、まあ、本当に彼素敵なテクニシャンね、オフェンシブなミッドフィールダーで、まあ、彼は直接のフリーキックは世界で大人気でも、ウェファのチャンピオンズリーグでも、はい、キックのゴールを決めました。それで本当にヨーロッパで有名な選手、世界レベルでね、もう J リーグにもこの選手がいます、はい、でそして、もうちょっと若い選手で、まだ、今27歳で香川真司、香川選手、まあ、これセレッソ大阪ユース上がりで、セレッソで、ちょっとね、実はね J1 で半年しかやってない。なぜなら21歳で、はい、彼海を渡ってドルトムントに移籍して、まあ、2シーズンで2回ブンデスリーガの優勝をして、その時本当に若くてもスターメンとしてチームにものすごく貢献しました。でそしてイングランド行ってマンチェスターユナイテッドでも、優勝して、はい、またドルトムントに戻って、今はドイツでブンデスリーガですごく活躍してます、はい、まあどんな選手ではもうダイナミックなオフェンシブミッドフィルダーで、日本代表でも、まあ、チームにものすごく貢献してますと、はい、サッカーするために生まれた人間だと思います。本当に、まあ、J リーグの一つの誇りです。はい、であとは外国人選手、はい、復帰選手、ね、ブラジル人で、まあ、本当にパワフルな大型ストライカー、すごいシュート打ってたね、J リーグにいた時、筋肉すごいですもんね、復帰選手、本当に。で彼若い時日本に聞いて、はい、まあ、いくつものクラブで活躍して、そして彼もヨーロッパ行って、まあ、ポルトガルにあるポルトというクラブ、そして、ね、ロシアのゼニットで頑張って、はい、彼もよく、ね、チャンピオンズリーグに出て、あとはもちろんブラジル代表でも出ました。はい、はい、皆さん J リーグに貢献してるというか、こんな選手もいますね。で今でも未来にも、今の選手の中に誰が、ね、ヨーロッパ行って誰が世界で有名なのはまだ分からないけど、必ず必ずな、本当に楽しみのリーグです、うん、はい、世界でも活躍された選手、はい、
そして最近では東南アジアの選手も J リーグクラブに所属しているということで、これからは3人の選手、北海道コンサドーレ札幌に所属しているインドネシアのイルファン選手、はい、そしてミトホーリーホークスに所属しているベトナムのグエン・コンホン選手、はい、そして最後3人目は横浜 FC に所属しているベトナムのグエン・トゥアン・アイン選手を次回以降からご紹介していきます。はい、まあね、世界のいろんな国からサッカー選手は J リーグに来てますが、最近はこのアジアからも聞いてて、はい、まあ、本当に彼の活躍に楽しみにしたいと思います。それぞれですね、はい、期待しましょう。Hello, my name is Ethan Budden, player of Consadole. This is my local room where I come every day. So I can change my clothes, I can go to training. I can do some supplements, my beauty things, and my training work. And this is where I live. Xin giới thiệu, đây là nhà ăn của đội Mỹ Tho Hồi Đốc. Tôi thường ăn sáng và ăn tối ở đây. Tôi thường hay kia để ăn đâu, và đây cũng là phòng họp của đội trước mỗi trận đấu. Chào tất cả mọi người, mình khi nào chuẩn bị về Việt Nam thì mong tất cả mọi người câu lạc bộ Yokohama sẽ giữ vững tinh thần và giành chiến thắng trong tất cả các trận. Hẹn gặp tất cả mọi người. では、今日は英語でお別れしましょう。 See you next time!